こんにちは、ネモです。パワープロプリやっていきます。今回はサバカの佐々木さん入り踏襲デッキですね、やっていきたいと思います。モノモト、スバル、アーサー、シラセ、オクタビア、そして佐々木さんということで、佐々木さんの方は引いてないんで当然いないんで、まあ、ここにフレンド枠を入れるとすると、ハートのオクタビアいないんで、通常のオクタビア入れて、あとは、モルモト、スバル、アーサー、シラセという形のデッキになってますね。なんで、コントロールの上限とスタミナの上限かなり中途半端なことにはなってますけど、やっぱりそれでもね、変化球6っていうのが、ようやくね、このデッキでも組めるようになってきたんで、まあ、そこの爆発力をね、活かしていけたらいいなっていう感じです。マネキとカロバーです。行きましょう。いいね、ナイス。まあ、ポイントバランスは佐々木さんのスタミナタックさえ絡めば、まあ割と大丈夫だとは思います。ただね、アーサーも PSR ではないので、まあそこの精神ボーナスのところ。あとは、オクタビアもね、ハートのオクタビアじゃないんで、そこのね、精神基礎ボナがどうなるかっていう感じですね。9番。お、いいじゃん。3番使いましょう。で、9番踏みます。これどうにかこうにか8番来てほしいな。いいですね、綺麗。オッケー、ナイス。まあ、正直、サナ入れてもいいんですけど、このデッキだったら。まあ、おー、強いね。いきなりいい形な。スリーカードにもなりそうですし、踏んじゃいますか。ペアトリコロール。強い。2枚かー。まあ、9番をうまく組み込みたいですね。からの4番、7番。おー、いいんじゃない?結構、並びが強いですね。8番とか生まれないかな、これ。生まれないか。さすがに生まれないか。どうしよう。ここを入れて、オクタビア、ささっと行く感じにするのか。まあ、これ次第かな。まあ、4番3個並んでるんで、3を並べるっていうのもありですが、本来的に4番そういう使い方したくないんで、こうかな。お、緑の4。それは話変わった。それは話変わりましたね。スリーカード狙いに切り替わりですね。でした。ただ0番いらんな。ほんと0番の使い道がわかんないですね、僕には。強いけども。色味を変えるとかで対応する?無理か。行くところないですね。ここもう精神行きましょうか。正直行くとこないね。ゼロがわからん。じゃんけんで体力戻します。2番。おー、これは踏みたいわ。くっそー。これは踏みたいですね。これはさすがに踏みたいですね。強い。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃに強い。しょうがねえわ。うわぁ、このペアはもったいないなぁ。次来てくれればベストなんですけどね。さすがに強かったわ。そして役が一個もできてないおかげで。まあ、5を4で並べておきましょうか、ここ。で、敏捷もある程度取れました。結構点数も出てるし、いいんじゃないですか、バランスも。もっと速い球。からの、9番がすごい。おわー、強いね。え、結構強くない?すでに。って感じなんだけど。いいよ、これ。普通に。佐々木さんの評価、スバルの評価も上がりました。2枚破壊される。2枚、OK。9番並んでるんで、ま、うまーく。チャンスを伺う。懐かしい、なんか。なんか懐かしい表示出たな。通常のオクタビアなので、まあ、おー、え?待って待って、順調。ここは、3カードを狙いたいので、そのまま行きます。いいね。え、なんか、更新できちゃうよ、これ多分。このままだと更新できちゃう。しっかりしてもらいましょう。いいね。で、スバルが、技術かな?ちょっとわかんないっすね、現状。お休みモードでもいい。この二人評価いってないのか。
まあ、おお、まあ、ありですね。フラッシュしちゃうのか。ちょっと4、5になったんで、もったいなさがすごいな。ただ、評価いってないからな。評価を高めないと正直、うまくはいかないですね。逃げ玉。ちょっと早すぎる。それは成功できない。ここは、頼むよ。よしよしよし、いいね。さて、休息を上げさせていただいて。結構順調ですね。ナイス。素晴らしいセクイチ。あの、4番のスタミナをね、ペアで終わったこと以外は、そして9番残りましたね。すげえ !4840 点サブ赤でこれは強いわ。ちょっとマジで知らせ頼むわ。これ責任重いわ、知らせ。知らせの責任がだいぶ重くなってきました。おー、強いけどね。1番とか、来てないか。4番使いたいので、サクッとこれ精神、言っておきましょう。トリコロールですね。おー、3枚。都合よく3枚壊れたな。はー、うまいわ。とりあえず4番使ってみます。で。おー、いいね。どうしよう。4番もう1枚使って、まあ、サクッとこれ、3カードやっちゃってもいいですね。って感じ。アーサーの評価がまだ足りてないんで。いやー、それはやりすぎかな。3番。ストレート用に残しておきたいんですよね。できたら。っていう状況か。5番か、結構いいのできてんな。コントロール潰そっかな。で、4番精神に入れて、8。で、変化いきましょう。8は積んじゃうか。で、休息上げーの。ちょっとやりすぎかな、いろいろ。で、勝ち運取りましょうか。逃げ玉勝ち運。はい。よし。いいね。結構綺麗に進んでいる気がする。3カード2回目。いいんじゃない?ここは上で回復しましょう。アーサーの評価もこれで足りましたね。で、3番とかはこの辺で。ていうか1番使ってができれば。あ、できますね。できるんで、ちょっとここ守備練習に人が集まるっていうのがあんまりないんで、サクッとやりましょう。風速上げる。もう十分でしょ、守備は。ストレート OK。ああ、いいっすね。4、3で残りましたわ。5番来たらやりやすいですね。技術で。いいんじゃない ?5 番入ったしな。強い。いいですね。9、6。難しい。ダブルタックしてるから踏みたいっていうのはある。監督評価か。割と踏む価値あるな。スタミナが上がってないっていうのもあるので、まあ3球種目覚えとくか。スバル君のために。いいんじゃないでしょうか。からの、トリコロールとかは十分だな。全開入りまして。おー。一回お休みかな。まあ正直行くとこないですね。まあ5番守備でサクッと終わらすはありかな。ぐらいの感じですね。精神すげえな。ピンチ。よし、オッケー。いいんじゃないですか?ストレート結構、2回目かな。さあ、佐々木さん。ナイスー!決まりまして。して、精神入りまして。精神結構ギリギリの戦いだな。999になりましたね。で、復活取って、1番か。
ほう。どこに入れるのが効果的かって言われると、7、8で一応並べられるな。って感じか。1番使って変化でもいいっすね。うん。で、変化いくか。で、まあ、ささっと並べちゃいましょう、これは。さあ、オクタビアも残り1回です。一応、球速は上げてるんで、まあ、あとは、元なれ、山となれって感じですけど。僕は使ってしまって、で、1回休みますか。一応、ここもストレートが並んでるんですけど。人が、さすがに少ないんで、1回休みましょう。うん。交番で。いや、まあ、いいんじゃないですか。かなり順調だと思いますね。おー、5番、さばいちゃうか。人の数がすごい。5番入れると、4番とかと絡みがうまくできるかな。強えな。人数多いからな。ただ、これ、6、5、うんぬんが一番バランスとしては。いい形だと思うので。てか、スバルからまだもらえてないから動きにくいなぁ。コントロールちょっと上げましょうか、もう。限界。はい。ストレートは順調ですね。3がちょっと組めなくなってきたかなぁ。OK。で、回復して、3番お邪魔ですね。おーい、強いよー。強いな。強いな。どうしよっかな。まあ、踏むか、さすがに。ダブルタックなんですよね。踏まない理由があんまりないんですけど、さすがにちょっとそろそろ、踏みたい。そろそろ踏みたい。お、1枚いいね。それだったらマジでありがたいわ。先に8。おーわったー、これは強い。え、めっちゃ強いんですけど、マジで。これ来たかもな。マジでエース更新まであるかもな。見えてきましたね、ちょっと。まあ、オクタビア次第っていう感じもありますが。3カードも2回。ストレートも。次でストレート終われるんで、役もめちゃくちゃ順調ですね。頼む！オクタビアさん！このまま制圧！ナイス！テンション上がるわ。そしてスタミナに行きたい。これ決まりましたね。強い。しかも1番のカードとかかなりいいな。え、これ強いな。いいですよ。テンション上がってきたわ。ですね。3も並んどるしな。一回休みます。1番は、まあ、筋力はいらなさそうですね、現状。おー、いいね！マジか、これ強いじゃん。9番使っちゃうぜ。筋力足りたいでしょ。筋力足りましたね。うん。で、前回とかか、今何ポイント精神 ?240 か。前回と完全制圧。さて、さて、まあ、これと、これと、これでまあ、とりあえず、筋力以外は大丈夫かな？筋力を、まあ、ちょっと技術残し目にしないと、まあ、そろそろ走っているんで、いろいろ。それも気にかかりますね。強い！オッケー、オッケーすぎる、マジで。キレ終わり。あ、超強いんだけど。いや、いいですね。これは順調。11595。マジ、エース更新いっちゃうかもしれない。8、6。8、6、1欲しいですね。それか8、1、1でもいいね。え、なにこれ強いじゃん。
強い。強い。ちょっと待ってよ。6使ったら1番が手前に来ちゃうのか。それかまあトリコロールタックを狙いに行くのか。まあトリコロールタックだろうな。これも強いんですけど、いやちょっと違うわ。って感じ？ちょっと違うわっていう。伸び骨まだか。まあまあまあ大丈夫か。行きましょう。ここは変化でトリコロール。ここは変化でトリコロで。いやー強い。カロバーあるよね。オッケー、完璧ですね。超強いんだが。これ来たな、マジで。マジでエース更新あるわ。ガチンコでありますね、これ。強っ。トリコロールもう終わりじゃない？フラッシュあとやってりゃいいまであるわ。あ、しかも2枚残った。緑だったら結構入れやすいし。伸び骨。いいですね。ここは3番狙いか。なるほど。変化が強いよな多分。って感じですね。まあ、6番でもいいんで、別に、まあ、タック踏んでも、問題はないかな。4番、いきます？それかまあ、トリコロールがまた、変化で組めるから4番置いときたいはあるな。って感じですかね。それかまあ、赤6も来てるけど、なんか、いいですね。いいですね、普通に。あー、緑が召喚されたとしてもだな。まあ、とりあえずスタミナには行きたいと思うので、これ。あと、打球反応、まあいいでしょう。まあ、こんな感じでいいのかなっていうのと、思いたまいいですね。さすがにこれは筋力大丈夫ですね、構成的にも。アウトロー級今1位もらってたかな。さっき佐々木さんのイベントでね、チラッともらったんで、これでいいかな。いいですね。順調。ちょっと3カードだけ、頭入れないといけないですけど。打たれ強さいいね。怖いぞ、これ。おー、怖っ。やってみよう。で、よかった。精神やべえな。強い。両方強いですけど、まあ、こっちでいいんじゃないかな。ただ、こっち行くんであれば、ちょっとまあ、使わんといけん、いろいろ。海岸ですね。海岸、536か。うん、海岸ですね、これ。海岸だな。ちょっと難しいですけどね。まあ、これは変化でしょ。さすがに。シングルとダブルだしね。まあ、変化点と、精神にするかな。まあでも、打たれ強さ。まあ、筋力いらんと思うけどな。まだスタミナ踏む予定ありますしね。ちょっとこうしますわ。ミスターゼロ確定。OK。451。これ大丈夫？精神とか。大丈夫だ。ギリ。いや、ギリギリアウトだな。ギリギリアウトですね。変化球対抗し。これで大丈夫か。技術足んないぞ、全然。ちょっと順調順調言ってた割には技術がやばいですね。技術と筋力。うん。まあ、4番の青を、まあ、置いといたの、やっぱここでトリコロを決めてね、しっかりと技術入れたいっていうのがあったんで。技術ですね。あとは3番が来たら、問答無用で筋力。順応ありがたい。お、9番いいね。
キューブアホなんだけどさ、困ったなぁ。困りましたね。タック自体は色味は変更できるんだけど、どうしたものか。色味変更して、まあダブルタックだからいいと思うけどな。9番を使うかどうかですね。いらんかな。いらんかな。9番使わんでもいいかな。ちょっとまあなんか本当に絶妙だな。青がな。青が足りないんでさ、僕の。9使っても技術そんな入らんよな。でも今しか使うとこないと思うけどな。ここで使わんかったらいつ使うみたいな。えぐ。それはえぐいわ。これは海岸ですね。海岸、まごことなき海岸だと思いますね。さすがに精神200にするか。お、確定でいいわ。で、勢いを入りました。んで、あとは、まあ、技術と精神でパパッと行く分もあるので、まあ、大丈夫だとは思いますが。緊急当番とか取ってる余裕がね、あるかどうかわかんないんですよね、現状。いいでしょう。よし、オッケー。回復したい。てかまだセクサンなのかこれ。強いな。さすがにいくでしょう。オッケー。スターダストシュート入りました。うん、素晴らしいですね。おっと、強め。人の数もまあまあいい。1番、4番。くそ、使えないな。1番、いや、ここは精神っていうよりはって感じなんですよね、正直。精神っていうよりは。どうなんでしょうね。いいんかな、普通に踏んで。普通に踏むか。1番残らんかな。うわー、3枚全損したわ。全損はきついですね。うん、一回お休みでいいんですけど、まあ全損したスタミナをちょっとカバーしていきましょうか。赤貴重だからとりあえず。青6、へえ、青6か。結構、なんか面白い感じになった。お、緑の子。なるほど。なんか素晴らしい組み上げができましたね。意図せず素晴らしい組み上げになった。一回お休みしましょうか。スタミナ来ていいよ。複数。あー、一人。まあ、スバルと噛み合って、ってはいますけどね。二人っていう感じにはなってますけどね。あと3番が流れてきましたね。もう一回休もうかな。さすがに。さすがにもうちょい欲しい感はあるな。ダブルタックぐらい。か、まあ、スバル絡んでるからいいかなって感じなのかな。3足らんしな。3カードが足りてないんで、ちょっと早めに動きたいっていうのは正直ありますね。ただ、ここは、ここは一回我慢だな。一応9番が2枚使えるんで、それは活かしたいっていう感じありますね。活かせるわ、これで。9、2枚いきます。で、これ4番踏みましょう。8使ってもいいかもね。8番は、まあ、使うとこないので別に。8使いましょうか。あ、まあ、体力の回復もあるのか。じゃあいいや。うん。素晴らしいですね。マジで。3の怪物球威だけ、頑張って引き寄せたい。引き寄せなくてもいい、正直。
フラッシュも終わってる。おー、いいね。いいんじゃないですか。これは、8番踏みましょうかね。で、青の9も後ろ待ってるんで。まあ、このトリコロールタックは結構強そうですね。回復した。はい。おー、いいですね。2人、ありがとう。これは行きますか。で、6番。まあ、トリコロール。トリコロール変化のために9残しとくべきかな。って感じか。なので、普通に踏みますか。まあ、バランスも最高だし、金徳もほぼほぼ成功しとるし、あと怪物9位の3カードだけ並べられれば完璧ですね。あー、2枚か。うん、最高。2万点近く出てますね。マジでやばいやん。ちょっと3番の3だったのがね、ちょっと痛いですけどね。OK。強い。強い。それは孫大人気強いんだけど。ザクザク進めたいな。筋力割とありますな。1番、どういう感じの処理にしたらいいかわからんが。あ、ファミレスありがとう。ちょっとお願いだからマジで変化来い。変化にすごいの来い。精神力。変化にすごいの。シングルタックル。もう一回だったら休みましょうか。もう一回だったらね。うん。もう一回以上はもう休めない。さすがに。もう休め。もう休めんから頼むわ。ナイス。休んだ回しかなかった。休んだ回しかなかった。これマジ強いな。えぐ。ん？ちょっとやってる僕がよくわかんなくなってくるぐらい強いですね。は？え、何これ？マジやべえんだが。圧倒的左上できそうなんだけど。ちょっと早いか。精神ポイント、まあ、変化上げてコントロールですね。クソ強いわ。1番どうしましょうかね。使ってもいいけどな、7とか。まあ、3カードが組めそうなところを、まあ、狙い撃ちしたいですね。今9番残ったのかな ?1、8、7、7、3か。スタミナは今 B か。結構いろいろ考えなきゃいけないな。となると。そうですね。まあ、難しいですね。あとは7番とかで並べられたらいいけどな。並べられそうにないですね。スタミナも4だしな。7、7で7が来るかどうかの賭けはできないしな。破壊しなきゃいけないしな。あー、ちょっと手持ちが足らないですね。とりあえず1番使って8番入れてトリコロール変化は強そうっていうのはわかる。とりあえずトリコロール変化並べておいてからお話かな。怪物系はまあ無理して取んなくてもいいかなっていう感じはしてきましたね。この現状だと。ひとまず踏むか。まあ無理だったら無理しない感じでいきますわ。5番。5番か。おお、強いじゃん。5番とりあえず入れましょうか。普通にね。これは。3番2枚来てるんで、まあこれ入れて、3番使ってなのか。3番、3番後だな。いや、強いこれはマジで。カウント強化いってるかな。よし。ここは、マジガチりますわ。これマジでエースあるわ、普通に。普通にめちゃくちゃ強いですね。バンフー。ジャストフィット。ミナカツ。いや、いいね。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。さあ、綺麗に来てますよ。5番来たら熱い。
来ない。うわーやば、マジでガチハマりしてますね。マジでやばいんだけど、とんでもないハマり方してんな。そうですね、どうしたもんかな。えぐすぎでしょこれは。999入ってますね。999入ってますね。どういうことわかんない。もう理解の範疇の外ですねこれ完全に。はい、僕の理解の範疇外ですねこれ。7さ3になるんじゃないっていう話が盛り上がりましたね。なるほど。OK。2枚でお願いします。いやー、3枚全損した。そこは全損しちゃダメでしょ。これ残ったらいけたんですけどね。あー、どうしよっかな。次に来る手が読めないんで、動きにくいなぁ。いやー動けないですね。しかも2番も振らないと、ちょっとなーって感じだな。かぁ、もう諦めて、スタミナ踏んで、まあ、その、次来るやつが強いんでね。っていう感じもありだな。うん、怪物球威諦めでもいいかもしんないっすね。まあ、一回踏んで様子見てからにはなりますけど、それでもいいかな。か、2番使ってみたいなところも、まあ、一行してもいいかもしんないっすね。なんかでも、精神足らんな。まあでもここはもう2個積めないですからね。逆作れないんで、そういう意味ではマジで、ここでいいんじゃないかっていう。はい。まあ欲張らずにね。それをやられるとっていう感じだな。ちょっと 12% になっちゃいましたね。さあ。ああ、入りました、うまく。7、バシバシっと。さて。うん。めっちゃいい練習。これが通るかどうかはかなり大事だな。さて、これを通る前提で振るのがあんまりよろしくはないんですが。これが通れば、もうこのサクセスは大大大大大成功と言っていいでしょう。うん。いいんじゃない。さ、行きますか。よーし、完璧。怪物球威がない以外は、もう、思い残すことないぐらいの、完璧さですね。完璧さですね。はい、一回休みましょう。おわー、まあ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 。ここまでね、順調ですからね。それくらいは。しょうがないでしょ。筋力、結局あまりか。結局これ、しんどいな、技術精神。だったら、海岸で、みたいなとこはあるので、ちょっともったいないっすね。正直。まあ、しょうがない、これは。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。まあ、技術精神足んないんで、変化球踏んでいきたいですね。複数タックの。来ない。佐々木さんでいいかな。OK、玉持ちでかい。そして、おお、いいですね。ナイス。爆弾だけは勘弁してください。で、ここは、
ピンちゃんにします。さすがにさすがにここはピンちゃんで。玉落ちもありがてー、めっちゃいい。ちょっと筋力が多い以外は何の問題もないですね。いきましょう。はい、が出ました。次行きましょう。 OK ですね。からのまあさすがに普通に休みかな。おー、意外とありっちゃあり。普通に変化タックダブルぐらいの強さあるよ。拾いたい。まだスタミナ A なんで、これちょっと拾いたいですね。ケラチニクさ、1個取りますか。で、踏みましょう。よーし、いいね。ヒュー、打たれ強さ。マジか。佐々木さんの働きもちょっと目を見張るものがありますね。ポイントバランスも今のでかなり良くなりましたね。しゃあ行こう。はい、が出ました。次行きましょう。順調ですね。さすがに練習無理なんで。うわー、うめえ。一回攻めまーす。で、肘の爆弾も注意しちゃいですね。おわーい。しっかり頼むわ。まあ、まんま行くかな。ですね。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。さあ、ラストターン。爆発怖いからスタミナかなって感じですね。一応スタミナもまだ94なんで、こっちでいいですね。よし、4アップ。まあ、50だとね、またスタミナの上昇率上がるんですけど、しょうがないですね。これで、すげえ強い。普通に。普通にいいっすね。さて、精神はあまり使わないようにしながら。まあ、どうなんでしょうね。いいかな、使っても。クロスファイヤーとか、まあ、変化球、どうなんでしょうね。とりあえず、こんなもんかな。いけますか。はい、が出ました。ということで、ちょっとどれぐらいいったかわかんないですけど、ひとまず、まあ、スタメンには入るんじゃないかな。ちょっとエースはわからんわ。まあ、練習はこの上なく決まりましたが。OK。さあ、どんなもんでしょう。いいですね。28,354 点。多分過去2番目ぐらいの点かな。はい。ってことでやっていきましょう。はい。ってことで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じですね。1,2,3,4,5。6,7,8,9,10,11,12,13 段いって、取れなかったのが怪物球威だけかな。13、1まで伸ばせました。どうでしょうね。まあ、かなり強そうだけど。筋力と変化が結構上がりました。はい。ってことで PF1 の真ん中ぐらいまで行きましたね。まあ、ただ、やっぱ通常のオクタビアでもね、十分強いですし、まあ、こういう感じの使い方もできると思うので、ぜひぜひ、使ってあげてください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。